今一挙回しました。相手がどんなに強く、さあ始まりました、こいちゃんパラダイス、今日は馬娘ストーリーのアドマイヤベガちゃんをね、皆さんと見たいと思いますが、またちょっと空き時間がお昼なので収録させてもらっております。チーム編成がですね、今ねこれやっとねむっちゃんの UF をもう意地で何回30、40回ぐらいやって UF にねしたんですが、なんとまだ超えられなかったのよね。まさにベガちゃんを、だからまたやらなあかんなと思いつつ、スカちゃんの育成をね始めているというところでございます。まあ、アドマイヤベガ、まあ、まさに RTTT でね、皆さん、今ちょうど見てる人が多いんじゃないでしょうか。私自身も、橋田さんとね、競馬ビートでご一緒することがあるのでね、すごいもうほんまに CM 中でも楽屋でもいろんなことをね、教えていただいて、やっぱ基本的にあの方は自分のところの馬はもちろんのこと、他の馬もね、すごい褒めていい思い出をねたくさん語ってくれる方なので、話を聞いてて楽しいし、なんか気持ちがいい方ですよね。まあそんなねベガちゃんの話もすごい世代、もうえげつない世代でしたよね。本当にあの時の成田トップロードオペラ王っていうのは、ほんまに3頭が違う世代ならばそれぞれがね、もっと活躍できた。まあ、ベガちゃんに関しては怪我とかでね早く引退してしまいましたが、ね、トップロードちゃんもねあの世代じゃなければもっと、まあ、その後に TM オペラ王の無双が始まるんですけど、まあ、そんな思い出を、心に忍ばせつつ、今日はベガちゃんの馬娘ストーリーをね、見ていきましょう。いた、いました。差し出された手を取ったわけじゃない。またね、タマモクロスちゃんをねお迎え、毎日のレースでお迎えすることができたので、また見れるようになったらお願いします。それじゃあ早速いきましょうか。アドマイヤベガちゃん第1話、輝けるノバ、ノバ行こう。横画面ボイスあり、 OK。あ、また RTTT もね見て、多分収録になると思うんですが、で感想もねちょっと入れれるようにしますのでよろしくお願いします。走ることは祈りだった、この角度でか。喉が詰まる。だからわかる。突きつけられる。私は息をしていると。綺麗な街並みやな。大きく深呼吸したね。冬のダイヤモンドを構成する前天21の一等星の一つ。優しく瞬く赤い恒星ポルックス、あれか、これか。あそこで今夜もきっとあなたが見ている。誰や、あなたって。行かないと。なかなかシリアスバージョンですね。私は祈る。手を合わせる代わりに大地を蹴って、この道の先にある輝かしいもの、暖かなもの、そのすべてが、
深いことだよな。あなたに届きますようにと。誰や、空にいるあなた。星屑のステージみたいやな。そろそろトレーナー陣が馬娘の実力を見極める大事な選抜レースの開催日だ。コースを訪れると他にも数多くのトレーナーたちが本番に向けトレーニングを重ねる馬娘たちの様子を見に来ていた。今回の出走者リストは、おお、今の末脚のキレ素晴らしいな。仕掛けどころの見極めも抜群。ドマイアベガ、ますます今度の選抜が楽しみになってきたわね。この人よう出てくんな、ベテラントレーナーへ。アドマイアベガ、選抜レースの出走者リストにあり、自分も注目していた名が聞こえ、急いでコースに目を走らせる。おお。父ちゃんもでもね、後に G1 馬になりますからね。こちらこそ、もう上がる。クール。はい。この後、うららさんたちとお夕飯をいただく約束でして、あの、よければ、綾部さんも。なかなか目を見てくれなかったけど、見つめてくれた。いえ、私はもう少し走るから。ストイック。そのあまり無理はなさらず。多分聞こえてないと思うで、その声量では。少しずつ上がっていく子も増えていく中で、友人の誘いを淡々と断り、一人ストイックにトレーニングを続ける彼女。空にいるのは誰なんだろうか。またコメント欄で教えてもらおう。馬娘やから鈴鹿先輩はいますしね、地上に。足田厩舎の評判通り素晴らしい加速力だ。その足からは背筋がひりつくほどの才が感じられた。優れた能力を持ち、輝かしい未来へと至る可能性を感じさせる馬娘アドマイア・ベガ。彼女はどんな馬娘なんだろう。その後トレーナー室に戻り、綾部ちゃんに関する過去の資料を漁っていると、すっかり夢中になって気づけば夜も更けていた。あ、誰かわかんのかな、これで。そろそろトレーナー寮に帰らなければと外に出たところで、コースの方に影。なんと、まだしんどそうだ。もうまだやってたのか。すっかり誰もいなくなったコースを彼女は一人走り続けていた。さすがに疲れ切った様子だったが、こういうのを見ちゃうとね、俺もイベント前にね、NGK の楽屋にネタを書きに行ったら、一回も楽屋中にね、ネタ書く芸人がぎっしり詰まっててね、竹地とか、山名とか、竹志もおったかな、その時。すごいみんな頑張ってんな。たまに俺はここに来るけど、毎晩のように M1 前とか予選始まったら、みんな夜中まで頑張ってたんやなって思ったことをね、思い出すな。まだまだ。ペースは落ちない。彼女の足は止まらない。まるで、すごいね、何かに追い立てられているみたいに。
抱えてますね。また空を疲弊しきった様子の綾部ちゃんがふと足を止める。最後の足音さえ消えた静寂の中で彼女の瞳は星を映していた。星を満天の星空を、まるで今にも飲み込まれてしまいそうに儚く揺れて、大丈夫か？え？怖いトーンやった。あ、なぜそう尋ねてしまったのかは自分でもわからなかった。中井貴一です。平気。いつもやっていることだから。そうか。いつもこんな時間まで。大体は。お腹減るやろ。辛くないのか。ない。勝つために必要なことだから。うん、私は勝つ。走って勝ち続ける。それだけ。トレーナーとして話があるなら選抜レースの後にして。それじゃ。言っちゃったよ。瞬間、夜練用についていたコースの明かりもとうとう消え、星明かりの中、夜に溶けるように彼女は立ち去っていった。まるで身を削るようにひどく重い覚悟を背負っている様子の綾部ちゃんの姿はいつまでも胸に残ったのだった。確かにだいぶ何かを背負っている感じがねしましたね。重要な何かを。だからちょっとテンションもだいぶね重ための。怒涛ちゃんとの会話でもね見えてましたけど、それが何なのかをこの馬娘ストーリーで教えてくれるのかな。さあ第2話、かけたジェミニ。ジェミニって車？ふんふんふん、バスタイム。かわいい。ちょっと、あれ、どうした？うん、綾部さん、どうしたんですか？ヘアバンド、私のベッドに放ってあった。変な置き忘れ方しないで。後ろで誰か歌ってる。え、あれなん？同室なん？え、落としたのかな。全然気づかなかった。ありがとうございます。お風呂上がりに困っちゃうとこでした。んー、あ、そうだ、せっかくここまでいらしたんですし、綾部さんもお風呂入っていきません？すごいテンションの違いやな。シャワー派なのは知ってますけど、選抜も近いじゃないですか。ゆっくり温まってリラックスするのもいいと思うんです。うん、いいね。いい。え、いいね、いいねんて。見て、カレンちゃん。ありゃ。ダメか。カレンちゃんが何か仕掛けてたのか。ヘアバンドをわざと忘れたり。何なのかしら。でも、もしかしたらあんな風だった。もしあなたがここにいたなら。誰やねん。あなたを失ったことによって心が開けなくなっているのか。もしそうやとしたら、なかなか解決するのは難しいですね。俺はあんな風に甘えてくれた妹。そうか、妹か弟が亡くなっていたのかな。
あの二つの星はね、神様にお願いしたからずっと一緒にいるんだって。私もいつか星になったらあなたとずっと一緒かな。物心つく前から時折誰かがそばにいるような感覚があった。触れられそうなほど近くに、けれど決定的に断絶されたところに。例の赤い星を見上げている時、その気配はより強く感じられた。だから私は幼い頃からよく星空の下でその誰かと語らった。そんな私を見て母はよく困ったように笑った。もうママも、寝坊するわよ明日。だってだってなんだか眠れなくって。綾部さんもそういう夜ないです？あるけど、あなたのとは違うと思う。そうですか？ねね、今夜は眠れない子同士、ちょっぴりおしゃべりしません？カレンちゃんは知っているみたいですね。どういうことがあったのか。しない。寝なさい。寂しいですよ、綾部さん。うるさい。やだやだやだ。お話ししてくれないんだったら綾部さんのベッドに潜り込んじゃいますから。絶対にやめて。話すって何を？姉妹のようですね。こういう部屋分けは会長がしてるのかな。初めて走った時のこと、綾部さんの思い出聞きたいです。それ定番？初めて。よく聞かれたのか。お母様のご活躍はよく存じておりましたとも。なのでぜひご息女のアドマイヤベガちゃんをポニーカップに。そうですね。ねえ綾部ちゃん、あなたはどう？出たい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 。私走りたい。絶対覚えている。昔から無口な方だった私が、まるで別人のように元気な返事をしたから、母がひどく驚いていたことを。ポニーカップそれが綾部さんの初レースだったんですね。かわいい名前やな、ポニーカップ。お母さんもトニービン3区やったかな。サンデートニービンという、もう当時でいう最高の良血でしたよね。走ってみてどんな風でした？どんなことを感じましたか？感じたのは、芝の心躍る匂い。風を切って前へ前へと進む心地よさ。早金みたいな鼓動。どんどん後ろへ飛んでいく景色の流星みたいな鮮やかさ。綾部さん。何？別人のよう。
どうした？話は終わり。そろそろ寮長が見回りに来るわ。あ、でも綾部さん。終わり。もう寝なさい。はい。さすがのカレンちゃんも。ポニーカップからしばらく経って、私は母から告げられた。あなたにはね、本当は妹がいるの。双子の妹よ。生まれてくることはできなかったけれど。そうか。そうか、なんかそのような話ってたまにね聞くけど、それが綾部ちゃんか。まあね、馬娘じゃなくてもね、人でもあったりする話ですからね。昔の人とかは特に、幼くして兄弟亡くしてる人とかはね、その気配をずっと感じて、告げられなくても何か気づいていたんですね。そうか、カレンちゃんも何かを気づいてる感じでしたね。だから自分が妹っぽく振る舞っているのかな。めちゃくちゃ庭やのに、だいぶこんなにシリアスな、参ったな。第3話